こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。まずは先行争い、ディヴィンテージ前に行きそうです。ワーキングスティンガー、それに続いています。さらにはフレッシュエリート、14番オールデー、その後ろ。それでは先頭からワーキングスティンガー先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。前に戻りましょう。ワーキングスティンガー先手を取りました。7番イクノディクタス、2番手を追走。シャンペンクラフトすぐ後ろ、並んで6番ミリオントリガー、ディアブロ、この馬もこのグループ。すぐ隣にサッカーナタリー、その横にフレッシュエリート、内からはティーヴィンテージ、その隣にベルベットブラフ、その横にオールデー、セカンドアクティブ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてワーキングスティンガー、2番手はイクノディクタス。これは絶好の手応え。フレッシュエリート3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったイクノディクタス、イクノディクタス先頭、2番手はワーキングスティンガー、懸命に追いすがります。やはりイクノディクタス先頭だ。2番手はワーキングスティンガー、イクノディクタス今ゴールイン。段違いの強さです。イクノディクタス1着、2着はフレッシュエリート、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンフォードスクワード、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。花を切ったのはインイクセス、続いてサンフォードスクワード、この馬も前へ。さらにはビッグフォーエバー、8番東海帝王、その後ろ。もう一度先頭から、先手を取ったのはサンフォードスクワード、すぐ後ろにインイクセス、その外からシユリー、すぐ後ろにマニックミレー、その外からサクセスシーカー、並んで14番オープニングバース、ナックルボーラー、この馬もこのグループ。すぐ隣にムーンライトストーリー、では前の方から見てみましょう。シユリー先手を取りました。これに続くのがサンフォードスクワード、すぐ後ろにビッグフォーエバー、その外からサクセスシーカー、内からはマニックミレー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。もう一度先頭からシユリー先手を取りました。これに続くのがインイクセス、並んで6番サンフォードスクワード、すぐ後ろにビッグフォーエバー、その隣にマニックミレー、その横にサクセスシーカー、ナックルボーラー、この馬もこのグループ。さあ先頭は依然として12番シユリー、2番手はインイクセス、サンフォードスクワード3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シユリー先頭、差はほとんどありません。2番手はナックルボーラー、先頭を捉えるか。あと 200m、 先頭はナックルボーラー。さあ来た、さあ来た、東海帝王前を捉える勢いだ。東海帝王、東海帝王1着、2着にはどうやらベタールースンアップ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はミホノブルボン、残り 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 ミホノブルボン先頭、オートリーコンサート迫る。一気にオートリーコンサート、ミホノブルボン、ミホノブルボン1着、2着にはどうやらオートリーコンサート、見事に勝ちました。ミホノブルボン、オートリーコンサート2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は平成シルバー。あと 200m、 先頭は平成シルバー。ダイヤモンドダスト必死に追いすがります。平成シルバー先頭、2番手はダイヤモンドダスト。平成シルバー1着、平成シルバー1着、2着にはどうやらシンボリシンボル、勝ったのは平成シルバースイートダーク。完敗です。着外に沈みました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った大活ジョンヌ、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。大活ジョンヌ先頭、スカーレットブーケかわす。スカーレットブーケ1着、スカーレットブーケ1着、2着にはどうやらリンデンリリー。スカーレットブーケ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。